ゼロから始めるヘアカット専門学校を始めます。名前の通りにナンバー0から一つずつクリアしていくとカットができるようにという企画です。今日は昨日に引き続きチョップカットをやっていきます。昨日は横に入れるチョップカットをやっていったんですが、今日は縦に入れる場合、縦に引き出して入れる場合ですね、をやっていきたいと思います。縦に入れる場合はまず頭皮のに対してまっすぐ引き出して、入れ方でもそのまんままっすぐ引き出してまっすぐ入れる、これは透けるような感じで入ります。次にまっすぐ引き起こして、こうですね、まっすぐ引き出してこう入れる、こう入れるとレイヤーになります。レイヤーのチョップカットですね。レイヤーのチョップカットはで下からこう入れていきます。で次にまっすぐ引き出してちょっと見えやすいの下げますけど、上からこうやって上から入れるとグラデーションが入ります。で引き出してこうやって入れることでグラデーションの切り口が入ることになります。まっすぐグラデーションレイヤーで、入れる深さでも毛先だけ、中間ぐらいから、中間ぐらいからの場合はそのままがっつり挟む場合と、この表面じゃなく裏側を切っていくような感覚、言いますかね、この裏側をここの刃先に当てて切っていく、そういう感覚で入れる場合、まあ逆に表面の方を入れていく感覚の入れ方もあります。なのでその時その時にこの辺りはちょっとグラっぽい入れ方で入れようか、レイヤーの風に入れようか、で、表面の方に入れるのか中の方に入れるのか、瞬間瞬間で考えながら入れていきます。ハサミの入れ方でもこう入れる方法もあるし、このこういうつくような感じの入れ方もあります。まっすぐレイヤーグラデーション、まっすぐ
グラデーション、レイヤー、一つ一つのこういう技術の中でもいろんなやり方があるので、楽しみながら覚えていきましょう。今日は以上です。